琉球石灰岩は南西諸島に広く分布する石灰岩の地層、更新与に産後症の働きで形成された1925年に矢部久勝と半沢忠志史郎によって命名された南西諸島中部から南部にかけて広く分布しており特に沖縄県においては土地の約30%を占めている最大の厚さは150メートルにもなる 琉球石灰岩が露出する地域鹿児島県宝島、機械島、沖エラ部島、与論島沖縄県家島、瀬底島、フルート島、津堅島、阿国島、沖縄島東中南部北大東島、南大東島、宮古島、伊良部島、タ良間島、みんな島、石垣島、南部、竹富島、黒島、波照間島3号礁は浅い海で形成されるため、 琉球石灰岩地層が存在する場所は、形成時に海水面付近であったことを示しており、南西諸島で起きた地殻変動の影響を知るための指標の一つになっている。例えば、沖縄島と久米島の間にある、ケラマ諸島付近では、海面下80メートル付近に琉球石灰岩の地層があり、この付近で沈降が起きたことを示している。南西諸島の基盤地層である、 島尻層で、A、岩の上に乗り上げる形で大地を形成し、その周囲は急斜面となっている。玉泉洞をはじめとして、数百箇所の小乳洞が分布する。一般的な石灰岩地層では、ドリーネと呼ばれる窪地が多く見られるのに対して、琉球石灰岩の地層では、堤防状の丘が多く見られる特徴がある。これは断層などによって、石灰岩が空気中に露出すると再結晶化によって、 硬くなり侵食されにくくなるためである。首里金城町石畳道。琉球石灰岩の石畳の道多くの気候を含んでおり、大量の地下水を浸透させる性質がある。水を通しにくい、島尻造泥岩との境界付近には多くの湧水が見られる。宮古島ではこの性質を利用して、福里ダムなどの地下ダムが建設されている。琉球石灰岩は、沖縄県では、 古くから建材として用いられ、道の石畳や家々を取り囲む石垣などを作るのに使われてきたほか、首里城などのグスクや玉漁などの漁母もこの石で作られている。現在も石垣や木工墓などの建材として、また道路舗装用のアスファルトに混ぜる骨材として用いられている。また、琉球石灰岩を用いた石畳や道路は、雨で水に濡れると非常に滑りやすくなる。 石灰岩の種類は形成される海域の水深によって異なる。南西諸島の地盤は流域と沈降を繰り返しており、さらに海水準変動の影響が加わっているため、地域や作られた時代によって様々な種類の石灰岩を見ることができる。産後石灰岩増生産後の化石を多く含む石灰岩。石灰も玉石灰岩石灰も玉,石灰も玉を多く含む石灰岩。 サイクロペリウス石灰岩サイクロペリウスやオバキュリナなど大型の有効虫を多く含む石灰岩、採設石灰岩有効虫、サンゴ、藻類、コケムシなどの破片を多く含む石灰岩、ありがとうございます。